1994年平成6年の中央競馬を締めくくります第39回有馬記念。町金ファンホイザがジンマシンで出走を取り消しまして、今年は13頭立てとなりました。さあ出走馬13頭をご紹介してまいりましょう。中1周のローテーションは3年前の大優作と同じ、熊沢重文が夢をもう一度と密かに狙うダンシングサーパス。アルゼンチン共和国杯レコード勝ち、同じ4歳のブライアンに真っ向勝負を挑みますマチカネアレグロ川地博士。ブライアンに7馬身ちぎられた菊花賞での着差を今日はどこまで詰めることができますか。ヤシマソブリン坂井千秋、後続馬に影を踏ませずどこまで逃げ切ることができますでしょうか。ツインターボと田中和春、今日こそビッグタイトルをつかみスポットライトを浴びる存在になりたいアイリトンシンボリと岡部幸男、コバ、そして天皇賞馬と意地とプライドがあります礼拝シーザー塩村克美、史上4頭目の重賞6連勝、そして連帯 100% の実績で23年ぶりの牝馬グランプリ制覇なりますか。岸山ゾンと中田定治、3年連続グランプリ3着、4年連続出場の今年はもっと少ない数字が欲しいナイスネイチャと松永雅宏、 G1 2勝の実績、闘争心に火がつけば9ヶ月のブランクも気になりません、ライスシャワー的場仁、そして10年ぶりの三冠馬、あのシンボリルドルフ以来の4歳4冠を狙います成田ブライアン、初対決となる小馬の壁を打ち砕くことができますでしょうか。南井和美です。直線勝負に持ち込めば上がり34秒台前半の豪脚がうなりを上げます。桜千歳王と小島太志、大歓声が沸き上がります。花差で敗れたエリザベス女王杯、シアマゾンに先着することがまず目標です。鳥海キャロルと小島貞弘、そして秋2戦不本意な成績ながらこの 2500m3 勝の実績が光ります、ムッシュシャクルと藤田真嗣、以上の13頭によりまして第39回有馬記念が行われます。さあ各馬が思い思いに馬場に散っていきました。さあ実況席の解説は吉田仁さん、そして実況席には、ゲスト解説として、ジョッキー生活28年に現役生活に引退表明を声明しました柴田正人さんにおいでいただいております。さてまず吉田さん、はい、ブライアン、解説してください。もうこの席でではですね、皐月賞もダービーもそうだったんですけれども、はい、とにかくまあ大歓声の中で特に今日はなんかそちらの顔という感じでね、はい、全く動じないんですよね。今ちょっと開始まで入りましたけれどもね、体もきっちりできていますしね、この辺の落ち着きというのが、まあ、強さの秘密みたいにもなっているようにも思いますけれどもね。そうですか、特に異常はないと思いますけれどもね。柴田正人さん、はい、このゼッケン11番10年ぶりの三冠馬のブライアン、まず本馬場出てきた印象というのを聞かせてもらえますか。そうですね、いつも思うんですけど、はい、なんかファンの人が大騒ぎしてもね、なんか物に動じないで、むしろ今日なんかはスタンドの方を見てましたね。ああそうですか、そういう余裕がものすごくこの間にありますね。スタートまでも20分ちょっとですが、鞍上の南騎手、今どんな心境だと思われます。そうですね、まあ、無事にスタート切れればっていう感じだと思います。そうですか、はい、まあ、ちょっと白い歯も見せまして南騎手、まあ、少し余裕の表情かもしれませんが、心中は果たしてどうなんでしょうか。圧倒的一番人気の11番成田ブライアンです。もう馬を落ち着かせています。さてそのブライアンに対して、これは12番の桜千歳を、まあ、初めてブライアンも吉田さん小馬との対戦となるわけですけどが、はい、このまず千歳は本馬場に出てきた様子、吉田さんどうご覧になりました。いや、逆に千歳王の場合は、ね、割とカッカカッカするところがありましてね、はい、本馬場で行くとすぐもう返し馬に入るようにね、まあ、今落ち着きましたけれども、だいたいパドックから本馬場のすぐの辺はだいたい気合を表にガッと出すタイプなんでね、はい、それはなんかこうブライアンとの性格の違いがだいぶ極端だなという感じに映りますね。あ、そうですか。さてこれが6番のアイルトンシンボリ、岡部幸男鞍上ですが、さあこのアイルトンシンボリは吉田さん、これが、ビデオテープで振り返りますが、 これが本馬場に入ってきてから最終馬に、これはね、柴田さんも乗ったことある馬なんでね、はい、よくねご存知だと思いますけどね。そうですね、なかなか気持ちのねちょっと難しいところがあって、乗り役としては
相当神経使う馬ですよね。あ、そうですか。さて柴田さんがそのちょうど映っておりますが、赤い帽子八島ソブリンにちょっと注目していますというね、先ほど発言がありましたが、はい、すみませんがカメラさん、八島ソブリン、映すことが可能でしょうかね。これですが柴田さん、どの辺がこうちょっと興味を持たれるところなんですか。そうですね、負けはしたけどダービーの末足とかね、はい、NHK の足とかとか見てますとね、なかなか今日は自分のレースに徹してレースしたらその結果いい方に出るんじゃないかなというふうには自分で思ったので、ね、そうですか。なかなか締めの切れる馬ですよ。あ、なるほどね。そうしますと菊花賞で作られた差をもうここは一気に今日は取り返すだと、そんな感じでしょうかね。そうですね、3000よりむしろこの距離の方が合ってるように今思いますけど。そうですか。さあ、吉田さん、はい、回収まで簡単にまとめていただけますか。大川さんも言ってたんですけれども、八島ソブリンが非常に出来が良さそうですね。僕はもう一頭注目している4歳馬で、はい、町金アレグロというのもいるんですけれども、はい、こちらもなんか春当時と比べますと馬がすっかり良くなったなという感じしますんでね。まあ、ブライアンも4歳馬ですけれども、この2頭の4歳馬にもちょっと注目したいなという感じしますね。そうですか。柴田さん、一言この回収馬を見てまとめていただけますか。そうですか。なかなかね、スムーズな返し馬全部はしてましたですかね。ブライアンにしても、はい、千歳王にしても、千歳王はちょっと気合を入れるぐらいの返し馬だったんですけど、なるほど、いい感じじゃないですか今。そうですか、はい、13頭まずは申し分のない本馬場入場、そして状態だということです。さあ、吉田さん、そして柴田真人さんに返し馬解説していただきました。